ははいどうもみなさんこんこにちはです今回もですねポケモンスカーレッタンとバイオレッタやっていきたいと思いますさあというわけで本日は1月21日の日曜日ということでいよいよ明日の月曜日にですね 3つの大きなイベントが終了してしまいますということになっておりますので今回の動画ではその3つの終了イベントとそして、ね、SV にまつわる注目イベントの情報についてまとめて紹介していきたいと思いますですので最新の、ね、イベント情報が知りたいという方はぜひ、ね、今回の動画も最後までご覧いただきたいと思います というわけで早速ですねまず1つ目明日終了してしまうイベントについて詳細をね一緒に見ていきましょうか。 はいそれがこちらになります最強バシャーモレードイベントですねこちらがいよいよ明日の22日月曜日の朝8時59分に終了してしまいますで今回がですねご覧のように最後ですね2回目の開催期間となりますのでこれが終了してしまうと次の最強バシャーモレードイベントの開催はありませんですので今回が正真正銘最後のチャンスとなりますのでもしねまだ参加できていないとゲットできていない方は 今日のうちにね参加して1回でも倒してゲットするようにしておいてくださいで今回の最強バシャーモンは飛行テラスタイプとなっておりますがもしねまだ倒せていない方はこのチャンネルですでにソロでね100%攻略する動画上げておりますのでぜひね概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらチェックしてみてくださいでもちろん今回はね最強の証がついている超限定個体になっておりますこのイベントでしかゲットできない個体ですねあとね SV 最近始められた方に質問をいただくことがあるんですけども、こ最強レイドというのは、1つのセーブレーターにつき1体しか捕まえられないというルールがあります。ですので、2体以上は捕まえられませんので、もしね、捕まえたいという方は、おしゃぼでね、できる限り捕まえてあげるようにしましょう。 でですね、今回の最強バシャーモレイドの攻略ポケモンとしてはこのハラバリーとミライドンの2体がいるわけですけども、まあ、ハラバリーに関してはね先ほど紹介した攻略動画にすべて育成方法とか載せてありますのでそちら参考にしていただきたいと思うんですがミライドンに関してはこの前紹介した方法よりももっとね手軽に倒せる方法というのがあるということで視聴者の方にね情報提供をいただいたのでそちら紹介したいと思います。 もものは弱点保険にしてもらいますとそして今回変えていくのは技構成ですね稲妻ドライブと金属音は前と同じですけどもそれにプラス充電を入れますでね立ち回りとしては初手1ターン目は金属音 押しして2ターン目充電をしますそして最後3ターン目に稲妻ドライブを打てばしっかりワンパンができるということを教えていただきましたので、まあ、これだとね早くコマンドをこう急いでねやる必要はなくてあとはね相手にバフリセットをされる心配もないと思いますのでぜひねちょっとワンパンしたいという方はそちらの方法をね試していただきたいと思いますでね努力値はもう一緒ですね特攻と防御ですのでリゾチウムとブロムヘキシン26個 そしてマックスアップを1個ですで特性はハドロンエンジンで固定です、まあ、ざっくり言うとね充電を技構成に追加してあげるだけでかなりね楽にワンパン集会できるようになるということになっておりますので、まあ、ぜひですねワンパン集会してみたいという方はこちら試してみてくださいでね視聴者の方情報提供ありがとうございます さあというわけでさらにですねこの最強バシャーモレイドと同時にレアな豪華イベントがなんと終了してしまうということで今回ねそちらについても紹介していきたいと思いますではね詳細見ていきましょう はいそれがこちらですね最強バシャーモレイドと同じお知らせページに書かれているんですけどもハピナスレイドも同時に終了してしまうということでこちらではねご存知の通りテラピースと経験飴をたっぷりゲットできるという仕様になっておりますのでこれはね絶対に周回していただきたいと思います。 で、ハピナスレードのね、周回ポケモンに関してはもう毎回と同じですねリングマとガチグマになるんですけどもリングマに関してはね、SV でゲットできますので誰でも揃えられますでね、育成方法に関しては以前ね、動画で紹介していますのでそちら参考にしていただきたいと思うんですが、まあ、ガチグマに関してね、ちょっと質問をいただいたのでお答えしておきますとこれヒスイのガチグマになっておりましてもしね暁のガチグマで挑む場合はおそらくね、ちょっとワンパン 全テラスタイプをワンパンすることはできないかなというふうに思いますのでもしねこのヒスのガチグマをゲットしたいという方はポケモン GO かもしくはポケモンレジェンズアルセウスをねプレイしていただいてそこでゲットしたものをポケモンホーム経由で SV に持ってくるということでま連れてきていただきたいと思いますでまあこの子もねリングマとほとんど同じなんですけども持ち物を火炎玉にしてもらってで技構成はこの4つですねそして努力値はもうね 攻撃にさえ振ればいいのであとはねどの努力値振っても大丈夫です、まあ、タウリンをね26個だけ忘れないようにしておいてくださいであとはね特性は絶対に根性に変えておくということも忘れないでおいてくださいといった感じでこれさえね育成しておけばもうどのテラスタイプのハピナスもねワンパンすることができます、まあ、ポケモン GO の場合はもうこのねガチグマ無料でゲットすることができるのでもしお金使いたくないという方はそちらでねゲットしていただきたいと思うます ですがただね「ポケモン GO」の場合は進化させるのにもうガチで現実世界の満月の夜しかできないということになっておりますのでちょっとそこまで待てないという方は翡翠の,、ね、あのレジェンズアルセウスを買って、まあ、プレイしてゲットするということをおすすめします。 さあ、ということで、明日終了してしまうイベントね、2つ紹介してきたんですが、これにさらにもう一つですね、同時に終了してしまうイベントというものがありますので、そちらについてね、今から紹介していきたいと思います。ではね、詳細見ていきましょう。はい、それがこちらですね、ポケモン竜王戦2024。これはね、コライドン、ミライドンを戦わせるというオンラインバトルイベントになるんですけども、こちらもですね、明日22日月曜日の朝8時59分に 終了してしてままいますでですね、こちらね、もう開催期間中のエントリーができないようになってるので、以前のね、15日から19日の間にエントリーを済ませておいた方のみが参加できるというイベントになっております。なので、もしね、エントリーをして、まだ参加できていなかったという方は、忘れずにね、明日までに参加しておくようにしておいてください。で、なお、こちらのイベントに関しては、えー、っと、見る限りは参加報酬、あ、これですね、リーグペイ1 1>, 1万 LP が贈呈されるとっった感じになっておりますまずねこれもらいたいという方は参戦以上をしましょうさあというわけで以上ですね明日終了してしまう3つのイベントについて全て紹介してきたわけですけどもちょっとこっからはね明日以降開催されるイベントについてお話ししていきたいと思うんですがというのも最強バシャーモレイドが開催されたということでまあおそらく確定でですね来週は 方園御山家の他の2体の最強レイドイベントが開催されるということが間違いないと思います。で、詳しくは樹会院かラグラージ、どっちが先に開催されるかどうかということについてなんですけども、まあ、おそらく個人的な予想は、まあ、ラグラージがね、ちょっと と方園地方で一番人気があったんじゃないかなと思うのでそれを後回しにして受会員が先に来るんじゃないかという風に予想しておりますまあもしかしたらねそういう人気順とか関係なくラグラージが先に来るかなという可能性もあるんですけどもまあどっちみち来週の金曜日は受会員かラグラージの最強レイドが開催されることはほぼ間違いないんじゃないかという風に思いますのでまあポケモントレーナーのね皆さんもある程度準備をしておいていただきたいと と思いますそしてね、ねもし明日その開催情報が、ね、公式から出ればすぐに対策ポケモンのねえ動画撮っていきたいと思いますのでえぜひです、ね、え恒例の対策ポケモンや技予想をちょっと見てみたいという方は明日の動画をね楽しみにしておいていただけたらと思います。 でもしかしかたら、ね、最強レイドイベント以外にも大量発生イベントみたいなプチイベントが、ね、同時に開催されるかもしれませんので、まあ、もしです、ね、公式から何かしらのイベント情報が、ね、あればすぐに動画で紹介していきたいと思いますのでぜひ、ね、最新情報を見逃さないように今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。 さあとということで SV での開催イベント情報は以上になるんですけども SV にまつわる注目イベント情報でね最新のものがありますのでそちらをですねついでに今から紹介していきたいと思いますはいこちらですねランドロスの伝説レイドイベントというのが「ポケモン GO」でもうすぐ開催されます開催期間は1月24日水曜日の朝10時から1月31日の水曜日朝10時までとなっておりますでですので、まあ あとねおよそ3 後に開催されますとということで,で、ランドロス、こちらは SV でもう内定済みとなっておりまして、でね、ポケモン GO の伝説レイドでは、ポケモンの色違い厳選というのが5%ですね、約5%で可能となっております。ですので、ランドロスの色違いをね、SV に連れていきたいという方は、ぜひね、この伝説レイドイベントに参加してみてください。そしてでですすねねこのののランドロスの伝説レイドの前です、ね、現在開 開催中であるボルトロスの伝説レイ,ドイベントは1月24日の水曜日朝10時に終了してしまうということになっておりますのでもうねあと3日後に終了してしまいますですのでボルトロスのね色違い厳選をしたいという方は是非ねこの3日間の間にどんどんね集会しておいていただきたいと思います というわけでですね、今回もたっぷりイベント情報についてまとめて紹介してきたんですが、ぜひですね、捕まえたいポケモン、ゲットしたいアイテムがある方は、すぐにね、今のうちに参加するようにしておいてください。というわけで今回の動画ね、これで終わりたいと思います。また、最新のイベント情報であったりとか攻略情報があればね、どんどん動画で紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、ポケモン好きな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。 そして、ね、もしこの動画がためになったと言っていただける方がいましたら高評価していただけると非常に嬉しいですぜひですねそちらもよろしくお願いしますではですねまた次の動画でお会いしましょうそれでは皆さんバイバイ